90.0 and 78.6 and 80.5. We hope you have a great day. Let's keep active today. Every Monday to Thursday morning live program. ActUS. Hokuiroiro. 時刻は11時を回りました。FM 富士アクトース、松見拓也です。東条由加です。さあ、ここからは甲府いろいろ、甲府市からの情報をお伝えします。今日は今旬を迎えている甲府市尾曲がり町のいちごについてご紹介しましょう。詳しいお話を尾曲がり観光いちご組合組合長石原圭一さんに伺います。石原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、まずは甲府市南部にあります尾曲がり町の尾曲がり観光いちご組合についてご紹介いただけますか。はい、尾曲がり観光いちご組合は現在7県のいちご農家で組織されてまして、県内で最大級のいちご狩り農園がたくさんあります、はい、で各農園がそれぞれ独自の栽培方法にこだわって栽培品種も豊富です。尾曲がりのあたりはこれいちごの生育にはこれ適した環境なんですかね。そうですね、約50年ほど前にですね、土地改良という国の事業を機にですね、いちご栽培が始まりました、で綺麗で、豊富な地下水と、あと盆地なので、盆地特有の気候、太陽の光をたっぷり浴びることができるので、いちご栽培にはとても適していると思います。だからこそ美味しいいちごがたくさん取れるわけですね。さて、先ほど尾曲がり観光いちご組合は7県のいちご農園さんで構成されているというお話を伺いましたけれども、それぞれの農園の様子はいかがでしょうか。はい、各農園にはですね、それぞれこだわりがありますが、その中でも皆さんですね、土作りを長年こだわって栽培しております。50年以上有機肥料を継ぎ足して栽培している農家さんもいます。50年以上有機肥料は本当に手間がかかる、栽培方法だと思いますけども、それをしっかり続けてらっしゃる方もいらっしゃるということなんですね。で、今回来ていただきました石原さんも組合長ということで、もちろんいちごの栽培をされてらっしゃるということで、どんな農園営んでらっしゃるんですか。はい、私のところはですね、太陽と大地の恵み石原農場8番といういちご園をしております。各農園に番号がついていますが、私のところではですね、山梨県知事認定のエコファーマーに認定しておられて、で、オリジナルの有機肥料で育てたいちごを作っています。で、完熟のいちごはですね、力強い甘さがぎっしり詰まっているのが特徴です。石原農場の、降雪ハウスはですね、これも土で作ってるんですけど、バリアフリーの設備になってますので、車椅子の方でもご安心してご利用いただけます。で、車椅子がご利用の方はですね、事前に言っていただけると、うちのいちご園はですね、バリアフリーの、施設と、あと従来 の、 土で低い位置の両方ありますので、車椅子の方とかバリアフリーがお好みの方はそちらで、小さいまだ歩き始めたなってお子さんは低い位置のいちご園がありますので、天気の悪い日でも快適にいちご園を楽しむことができますので、必ず、お問い合わせいただければ、空き状況とかも分かりますので、でその他にもお土産用のいちごですね、いちご狩りだけではなくて、手で持って帰るいちごで、あとは、いちごジャムも販売しておりますのでご利用ください。はい、どんな方でも楽しむことができるというところで ね、完熟いちごの力強い甘さがぎっしり詰まってるのが特徴なんてね、伺うと食べたくなっちゃいますけれども石原さんの農場ではどんないちご栽培してらっしゃるんでしょうか。はい、栽培品種はですね、現在秋姫、紅ほっぺ、トークン、おいしいベリー、星のきらめき、スターナイトなどを栽培しています。秋姫とか紅ほっぺをメインにですね、その他の品種も少しずつ、いちご狩りでお召し上がりいただけるように各通りにそれぞれさ、栽培しておいてはあります。はい、で、有名なところで言うと、秋姫っていうのは果肉が柔らかくて酸味が少なくて甘くて小さいお子さんから食べやすい品種となってます。で、紅ほっぺはザ・いちごってぐらいの、感じで真っ赤で、果肉がしっかりしていて程よい酸味と甘みがあるのが特徴です。で、その他の品種ですね、ちょっと聞き慣れない、トークンというのは桃の香る、燻製のクンと書いて桃の香りのするいちごで、あと星のきらめき、スターナイト など新しい、最近開発された品種も、
取り入れております。本当にこの品種によっての味の違いとかもしっかり楽しめるということなんだと思いますけども、どうし今この時期特に美味しい品種なんてのもあったりするんですか？そうですね、品種もなんですけど、品種はそれぞれまあ味が特徴があったり硬さが特徴があったりするんですけど、この時期はですね、朝夕が冷え込みます、で寒さがあるんですけど、日中は、今日もスタジオの外をご覧になっていただいて分かるようにすごい日差しが強い日照に恵まれて、いちごが元気いっぱいに光合成をしてくれます、で夜から朝にかけては一気に冷え込みますので、夜間はいちごがゆっくり休んでくれるんで、寒い時期のいちごはですね冷えて果肉がしっかりと引き締まって、で徐々に熟していきますので、どの品種もおすすめです。そうなんですね、はい、今やっぱりいちごが美味しいシーズンということになりますが、いちご狩りの時にどんないちごが美味しいか見分ける方法ってありますか？そうですね、よく言われているのは玉張りが良くて赤くてツヤがあるのがいいっていう言われています。でまた多くの人がもうご存知かと思うんですけど、いちごのヘタの近くが一番ビタミン C が多いそうなんです、ね、はいはいはい、でいちごのヘタの部分が少々くるっとカールしている、反り返っている感じになっているのがおすすめって言われてます、はい、で品種によってもですね異なるので、その皆さんがお尋ねされた農家さんに直接聞くと、今の食べ頃はどんなのかなとか、今日 のおすすめのいちごはどんなのがありますっていうのが、教えていただけるかと思いますので、そんなような形で農家さんに聞くのがいいと思います、はい、でいちごはですねもう皆さんご存知かと思うんですけど、逆さに持っていただいて、まずヘタを取ってヘタのついてた方から食べていただいて、でいちごが三角形でとんがっている先が一番甘いので、最後に甘い方を食べていただくと一層おいしく感じられると思います。はい、これも石原さんに教わった、はい、覚えがあります、先っちょの方が甘いからね、ヘタの方から食べていくといいんだよみたいな話を伺いましたけども、今回はこのスタジオになんといちごをお持ちいただいたということで、ありがとうございます、はい、石原さん、今回持ってきていただいたのはこちらは、そうですね、近年栽培が始まりました、スターナイト、はいはい、スターナイトっていう品種と、あと星のきらめきっていう、はい、品種になります、なんかもうどっちもお名前がねすごく可愛い名前がついてますよ ね、はい、本当にね、で先ほど皆さんおっしゃってましたけど、ヘタの部分がちょっとクリッと反り返ってるのが美味しいだろうっていうのが、もうこれ綺麗にみんな反り返ってで輝きが違いますよ、ね、赤がキラキラしてます。どっちから食べようかな、どっちから食べるのがおすすめとかあります？まあ どちらでも、はい、お好きな方、スターナイトからいただきましょう。はい、これ朝取ってきた、そうですね、朝も朝本当に、はい、涼しい時間帯に取りましたので、甘い香りがする、すごく甘い、すごい、はい、香りが濃いです。じゃあヘタを召し上がってみてください。反対尖ってない逆の方からいただきます、はい、いただきます。果汁がすごいな、ジュワーって出てくるな、溢れ出しました、うん、うわー美味しい、で程よい甘さと酸味だねこれ ね、うん、で食感もね程よい柔らかさでとっても食べやすいです。ジュクジュクっとこう噛むたびに中から美味しいイチゴのエキスが染み出してきます ね、いや美味しいです。うまい、じゃ星のきらめきも遠慮を知らなくてすいません、はい、形的にはこれは似てる形なんですかね、一応。そうですね、うん、似てる形になってますね、ザ・イチゴというような、はい、先っちょに向かってスッとすぼまってるような、はい、そんな形になってますが、じゃあ星のきらめき、はい、いただきます。星のきらめきの方がちょっとさっぱりしてる感じがする、うん、うん、爽やかな甘さ、あ、そうですね、うん、でスターナイトに比べて星のきらめきの方がちょっと、まあ、個体差もあるのかもしれない、ちょっと柔らかめな、うん、舌の上でこうスッと潰れていくような感じが美味しいね、すごくこうみずみずしくって、うん、ね、食べやすくて美味しいですね、何個でも食べたいねパクパク食べられちゃいますね、美味しい、いちご狩りしたら止まらないでしょう ね、今2つ品種食べ比べただけでもこれだけ違いが分かりますから、本当にいろんな品種食べ比べして、自分好みのいちごを見つけてみるっていうのもいいかもしれないですね、いや本当にそれこそ喉が潤って、ほ
本当に美味しかった、みずみずしい。そんないちご狩りですけど、石原さん、これいつ頃まで楽しめそうですか？はい、そうですね、あの気候にもよりますけど、例年5月下旬頃まで開園しております。うん、5月下旬頃までまだまだたっぷり楽しめそうですね、はい、それじゃあ駅からのアクセス方法も教えてください。はい、駅からはですね、最寄りの駅はですね、 JR の甲府駅になります。で、 JR 甲府駅の南口のバス停より、山梨交通の、ホームページなどでバスご参考になっていただければ、あの来やすいかと思います。はい、はい、では石原農場のいちご狩りの申し込み方法について教えてください。はい、ありがとうございます。お電話でご予約をお願いしております。お申し込みの電話番号は090-4931-5596。はい、はい、ではお電話を繰り返します。ご予約の電話番号は090-4931-5596となります。事前に予約をしてぜひとも足を運んでみてください。そしてこちら、さらにあのおまがり観光いちご組合についてお問い合わせ先も教えてください。はい、ありがとうございます。現在ですね、7県の、農園さんで皆さんで組合を作っております。皆さんそれぞれあの個性あるあのこだわりを持ってあの一生懸命いちごを作ってますので、甲府市のホームページの方に観光情報に掲載されておりますので、ぜひおまがり観光いちご組合各農園へ、直接お問い合わせいただければ、よろしいかと思います。で、必ずあのお手数をおかけするんですけど、各農園、栽培面積とか、栽培品種で収穫時期とか異なることがありますので、お手数かけますけど、お問い合わせしていただいた上にお越しいただけると間違いないかと思います。はい、はい、まずはお問い合わせをしていただきまして、予約して足を運んでみてください。さあ、それではじゃあ最後になりますが、石原さんから番組のリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、ありがとうございます。観光農園観光いちご狩りとして、おまがり観光いちご組合やっております。で、あのイメージ的にはいちご狩りだけかなっていう、あの思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、いちごをいろんな品種作ってまして、それぞれの農家さんがこだわって、あの先ほども言いましたけど、土作りを、暑い夏からあの秋にかけて、で冬の時期に花を咲かせて実をつけさせて、皆さんお待ちしております。売店で直接ここに1パックから販売することもしてますし、あと全国発送もしております、うん、であと今日ちょっとお持ちいただいて、あ、お持ちしまして、で、あのここにいちごジャムがあるんですけど、あの農園さんによっては自家製の自分のところのいちごを作って、で、あのこういった形でジャムも販売しているところもあったり、あといちご以外にもあの花ですね、あの花を作ったり野菜を販売しているところもありますので、あの7軒ありますので、皆さん1回訪れていただいて、お好きな農園を探していただけるとまた楽しみが増えるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。うん、このジャムね、ね、色が綺麗で、そう、絶対トーストに乗せたら美味しいぞっていうのが分かりますねヨーグルトとかにあえても美味しいでしょうね。あ、確かいいですね。はい、全国発送もやってるということですから、どっか遠くにいるあの人にいちごのプレゼントってのもいいんじゃないでしょうか、ぜひともお問い合わせご予約の上足を運んでみてください。ということで、今日は今旬を迎えております甲府市おまがり町のいちごについて、おまがり観光いちご組合組合長石原圭一さんにお話を伺いました。石原さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。このコーナー甲府いろいろは番組終了後になりますが、番組ブログと YouTube に音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ、次回もどうぞお楽しみに。